菓子屋さんっぽく。今日はチョコのお菓子を作りたいと思います。ごめん、全然コメント読めてない。皆さんこんにちは。ギフトは読もうこんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。オンラインお話し会ありがとうございました。そう、豆、今日はお話し会。つばゆうすけさん、ハートありがとう。チョコレート、バレンタインのチョコ作り。明日からショールームでバレンタイン企画始まるみたい。あ、間違えた。OK。きお兄さん、チョコありがとう。ふーちゃん大好き、むらしーさん、ハートありがとう。投げる、嬉しい。ありがとうございます。どうしたらいいのかな。どうしたらいいんだろう。とりあえずコメントを読み終わってパソコンを開く。昨日充電満タンにしたのでパソコンは OK だと思います。そうね、お好みやった時と同じ感じでしたいんだけど、どうしようかな。ちょっと待ってね。出て出て、切っちゃった。ここに充電コードがあるから、そしてショールームのライトもつけましょう。こんな感じでいいんですか。ビーズクッションさんも避けましょうかね。と、と、どうしましょうかね。ちょっとくまちゃんさん、こちらへ。くまちゃん、くまちゃん、くまちゃん、自立できますか。どうしたらいいんだろう。どうしたらいい？チョコとさ、写したいよね、両方ね。トマちゃんのビニール袋。こんな感じで。上から撮ればいいのかな。ちょっとカメラが動きますよ。ニョキ。ん？こっちか。ん？違う違う。こっちか。こうか。これで、こんな
な感じでどうですか？ただ私が座るときに見えない見えないようにうまくするしかないか。もうちょっと上か。感じでどうですか？いいんじゃない？もうちょっと上かな。切れちゃってる。もうちょっと上？くまちゃん全然見えなかった。ここら辺か。こんな感じで。どうですか？遠すぎ？でもね、こんぐらいの距離が一番いいかなって思った。どうだろう。もうちょっとこっちかな。見て。こんぐらい？机で見えないね。待ってね。いつもの画面が出てこない。こんにちは。本当に遠い。ちょっと待ってね。ショールームをまた出しましょう。ショールーム。パセも配信してる。パセも声が入っちゃった。よし。コメントコメント。ヤスメさんチョコ、かおりさんチョコ、トトロババさんイチゴ、ありがとう。ギフト読み忘れてたのあったら教えてね。よいしょ。
映ってるね。映ってるね。よいしょ。ということでね、チョコ作りを始めていきたいと思います。その前にちょっと机を拭こう。よいしょ。ちょっと待っててね。まずはね、スノーボールから作ります。材料はね、ツイッターへ書いております。机をふきふきしましょう。そう、よいしょ、ふきふき。どう？ちょっとパティシエさん風に帽子をかぶってみた。見ましたかね。ちょっと乾くの待つ。今年はコロナもあるのでね、ちょっと気にしてやろうと思います。あれ、気にしながら。本当にパティシエさんっぽいかもしれない。パティシエさんっぽいかもしれない。全然机乾かんじゃん。映ってる？映ってない？ここら辺？これでも字ちっちゃすぎて見えないかもしれない。絶対見えないじゃん。見えるかな？あ、ギリ見える？320日ありがとうございます。ありがとう。これは置いとこう。ここでいいか。よし。ということで今日はまずスノーボールを作っていこうと思います。イエイエイ。スノーボールを作っていくんですが、よいしょ。材料はねこちらにあります。まずですね、
こちらのスノーボールで使うのはチョコ2枚、ホワイトと、ホワイトとストロベリーを買ってきました。チョコ2枚とチョコ2枚とあとバター、あ、冷蔵庫行っちゃったで、ホットケーキミックス、待って、私いろいろやらかした。ビエン、あつさんかわいい、ありがとう。まあいいや、スノーボールは作れる。一旦スノーボール作って配信切ろうかな。ホットケーキミックス、あとアーモンドと粉砂糖、アーモンドと粉砂糖、以上です。ちょいとよし、でバター、バターいりますね。最初バターを取っていきます。バターを取ってきました。よいしょ、バター 50g を使います。まずはですね、こんにちは、まずこちらです。一緒に作る方どうぞご覧くださいご覧ください。見える？よし、まずチョコを割って入れてきます。チョコを割って入れていくのですが、あ、ゴムベラ洗うの忘れてた、あとで洗おう。うまく開かない、よし、手がベタベタになるので手袋をします。そしたらお皿に、まずストロベリーからしようかな。を出してください。そしたらストロベリーを開封します。開ける前に割ってもいいのかな。まあいいか。私多分生クリームを買い忘れた気がします。多分、よし、まあいいや、先にスノーボール、ストロベリーを、ストロベリーを匂いする、ストロベリーを出してください。いい感じですね、めっちゃピンク。そしたらちょっと体温で溶けちゃうので早く割っていきましょう。こういけるとこまでパリパリにしちゃいましょう。温めて溶かすんで
多分解けると思うんですけど、そう、スノーボールやって一回配信切って買ってきたらまたスタートにしようかな。近くにスーパーはあるけんすぐ買いに行けるけど、スノーボールじゃない、ストロベリーチョコを粉々に吸います。ストロベリーしたら同じ感じでミルクも先に割っちゃいましょう。ゴミ袋がいるね。まあいいか、次ホワイトチョコレート、つまみ食いしないよ。ちょっと本当に今年は衛生面に気をつけて、ちょっとコロナがその料理どうこうよくわかんないけどさ、嫌って思う子もいるかもだから、チョコ、これ今日お話し会の服ですよ。チョコを割り入れます。まあ配信見てるかな、見てない気がする超雑、とりあえず割ればいいんですよ。そうしたらバターはですね、50g なので半分の 25g を入れましょう。バターってどうやって開けるの？ん？バターって上が開くんじゃなかったっけ？じゃなかったっけ。あ、開いた開いた。開かないよあ、開いた開いた開いた。バター、有塩バターの、ちょっとやっぱゴムベラ先に洗ってくるね。バター取れないや。よいしょ、ゴムベラ、あれあれ、あったあった、よいしょ。
再開。よいしょ。座るのが大変。あ、みえちゃん危ない危ない、見てないね、みんなね。てか中入ってるし。よし、そしたらバターを 25g25g で入れていきます。多分ゴムベラでいけるはず。一緒に作ってる人います？もしやいないか。25だから、ん、全部で50使うんだもんね、バター。にー、とりあえず20入れよう。あ、いけたいけた。20と20入れて、これ切れ目が入ってるやつなんですよ、だから切りやすいの。もうあと10をとりあえずして、で半分にちょっと、あら、ちょっとこっちが多くなっちゃったかしら。なんか多分少々大丈夫で、25バター完了、収めます。よし、バターを収めます。そう、切れ目入ってるのはとても便利なのです。そうしたらラップをして電子レンジで溶かします。一旦外しますね。サランラップをして電子レンジ。ラップ苦手なんですよね。反対も。これ多分2個同時の時間を書いてるから2個同時にしよう。前髪がいなくなった。500W で1分半、600W で1分15ということでしてきます。
こからバターとチョコを混ぜて、ここからはここにホットケーキミックスとアーモンド入れて、溶かしたバターとチョコを入れて、電子レンジのトレイにクッキングシート引いて生地丸めて並べていくんですけど、多分電子レンジがちっちゃいから一気にいけないから半分ずついこうかな。本当よ、バター戻さんと、ありがとう。ということでゴミポイント、これを戻してくる。チーンやった。ちょっとストロベリー放置。そうしたら、よいしょ、ゴムベラで混ぜます。混ぜてしっかり溶かしてチョコとバターを合わせてください。こぼれちゃった。器がちっちゃい。しっかり混ぜ混ぜします。しっかり混ぜてください。これホットケーキミックス半分ってさ、目分量でいいか。溶けたかな。ちょっとまだダマダマがあるのが気になるけど、すごい匂いがする。いい匂いです。よし、これでこちらにホットケーキミックスを半分入れていきます。あ、ハサミハサミがいりますね。これでおいしょ。目分量でいけるかな。ホットケーキミックスを 150g の半分、 75g を入れましょう。私ドバッといくのが苦手なので、ちょっとちっちゃめに口を切ります。よいしょ、こぼれちゃった。またまたこぼれちゃった。こんぐらいかな？いいと思う。
置いときます。お次にアーモンド、アーモンドを 15g の半分、まあこれも目分量ですね、お好みで入れちゃってください。つぶつぶ食感多めがいい人は多めで、少なめがいい人はこんぐらいかな、もうちょっとかな、あこんぐらい OK 本当に超適当で、この中にさっき溶かしたこのダマダマはいいのかな、ここにバターとチョコをインしていきます。目分量、つぶつぶ食感多めがいい人はアーモンド多めで、よし入れます。ゴムベラって容器の何中のやつすごいさ取れるけんいいよね。よし、こんな感じで、よく混ぜます。混ぜてください。粉っぽさがなくなるまで。よいしょ、もうちょっとかな、試作品なしですこれいきなり作ってる。そう、一緒に作る人もいるかなと思って書いてみたんだけど、みんな作らない感じ。濃さもなくなってきたのでこのくらいで、そしたら電子レンジのトレイを持ってきますね。ゆうのお菓子屋さんできるかな。ちっちゃい頃ねお菓子作り好きでね、おばあちゃん家とかでクッキー作るよとか。先に一回温めるね。クッキングシート。そう、本当に超チャレンジャーだと思う。両面使えるクッキングシートはいいな。ストロベリーを温めて、で
混ぜようか。あ、でもそっか、そうだね。ちょっと待ってよ。ナイスキャッチ。反対か、こうか、こうだ。とりあえずこれを落として、でも味ついちゃうかな。抜けた。よいしょ。いいか。これでまず洗ってきますね。このゴムベラを抜いちゃった。洗ってきて、でストロベリーを溶かしてから丸めてましょう。これで先にストロベリーを溶かしましょう。クッキングシートまだ出すんじゃなかった。ストロベリーを混ぜるだけ混ぜておきましょう。じゃないと、いい感じですね。チョコがしっかり溶けております。よし、こんぐらいで OK かな。明日の、明日じゃないよ、明日じゃないよ、土曜日のお菓子作りの配信は、間にお話し会があるので、朝なんて言うんだろう、焼くまでを作って、帰ってきて焼いて、できたところをお見せしようかなと思っております。まただから朝と夜配信みたいな、午前中作るところと夕方配信しようかなって思ってます。夕方じゃない、夜。どうだろう、どんぐらい焼くんだったっけ。よし、それではクッキングシート並べます。ビリビリになった。これ角っこはさ、切った方がいいのかな、どうなんでしょう。切った方がいいんでしょうか。でもこれ回転するから確かに切った方がいいのかもね。なんとなくで切っておくぞ。
なんとなく丸にしました。そしたらさっきのこれを、そう、これを丸めていきたいと思います。でいいんだよね、丸めていいんだよね。一口サイズ、ちょっとちっちゃめがいいかな。こんぐらいかな。こんぐらいにしてこうコネコネして、こうやって丸くしてあげてください。ちょっと大きかったかな、どうだろう。大きかったかな。こんな感じであれにして置いてってください。ちょっとちっちゃめのを作ろうかな。手袋でコネコネ、ちょっと難しいね。ちょっとちっちゃいサイズ、こんぐらいがいいかもね。もうちょっとちっちゃくしよう。ただひたすらこうやってコネコネしてってください。これでもう一回電子レンジして粉砂糖をかけて終わりです。このお菓子は本当に簡単です。こんな感じで丸々って作ってきます。丸々に意外と時間がかかる。大きさも変わったりしないので、近づけて置
ても大丈夫だと思う。ホワイトチョコ作っております。あ、ホワイトチョコを使っておりますホワイトチョコ、あと3つぐらいいけるかな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。ちょっとやっぱ大きかったかな。これで15個ぐらいいけるはずなんですよ、本当は。ちょっと大きかったかもしれない1個が。こねこね。手袋だからなのかな。ちょっと綺麗に丸にならない。あら、綺麗になってくれません。いけた、いいじゃん。ちょっとやっぱこれもうちょっと削ろう。こんぐらいかな。こんぐらいかな。ラストかな。よし、できました。こんな感じでしたらパセリにあげる約束しましたよ。今日お話し会の時間と一緒でパセリあげるねって。そうしたらを丸めて並べる。電子レンジで加熱500ワット2分、25、600ワット2分。
ということで行ってきます。よいしょ。そしたら、残りのストロベリーをしましょうかね。初見さん、ミリオンロブソン、こわまたねって、英語だ。こんにちは。よいしょ。まずホットケーキミックス残りをドバン。ホワイトよりストロベリーの方が匂い強いから大丈夫だと思う、多分。これを入れちゃいます。そしたらアーモンドも少しお好みで、こんぐらいかな。でもね、思ったよりつぶつぶなかったからちょっと多めに入れてみようと思います。よし。そしたらさっきのストロベリーをちょっともう一回閉じ込めて、大丈夫かな、入れましょう。ストロベリーを入れます。よいしょ。そしたら混ぜ混ぜ、チンしたやつは冷めるまで放置なので放ってきます。ミックスが多かったかもしや。
どうでしょう。多かったかな。音がいけそうな気もするけど、どうなんでしょう。そんな気もする。手で揉んでみようかな。あ、また取れた。あ、いけそうな気がする。多分どうだろういけると思う。これねんどみたいになってきた。いいじゃない、ないかしら。多分さっきと同じ感じだし、いけると思う。これ完全に冷めるまで待たなきゃいけないから、その間に一回配信止めてお買い物行ってこようかな。ボコボコになった、見て。大丈夫かな。いい感じ、多分大丈夫。そしたらどうしようかな。どうしたらいいかな。とりあえずちょっと一回机をきれいにしますね。これコネコネで使う。次にお皿洗う。ゴムベラも大きい。アーモンドも一旦 OK。 よいしょ。
件発生。ねえ、おかしいことになった。なんでだろう、見て大事件発生。なんでなんで、広がったよ。なんでだろう、何がいけなかった。潰れた。これこうすればまだいけるけどさ、柔らかいから。え、にしてもなんで溶けたの。なんでだろう。時間が長かったとか。なんで？チョコが溶けたのかな？クッキーじゃん。なんで？すぐ冷まさなきゃいけなかった？え、待って、無理そう。ありゃ、どうすればいい。これはなんで？ナッツ？クッキー？嘘。ちょっとやばいよこれ。なんでだろう。ちょっとホワイトを諦めてストロベリーしてみる。なんでだろう、食べてみる。なんで、ちょゴミがすごい、ゴミが。なんでだろう。ん？なんで？なんで？美味しいけど、なんで？なんでだろう。何が、どこがどうあれだったんだろう。内側だけ硬いんよ。なんで？なんで？どうしよう。これとりあえずこのまま
放置してみようか。でも今から膨らむわけないしね。え、ちょっと一旦作戦会議と生クリームの時間にしようかな。パス来た？ねえパス、おかしいことになったなんでだと思う？クッキーになっちゃった。混ぜすぎるとダメなの？混ぜちゃった、ストロベリーも。ちょっと私もググろう。ちょっと待ってよ。実は白器、やっぱ粉じゃないといけなかったのかな。アーモンドプードルって書いてある。あら、アーモンド入れちゃったよ、どっちも。失敗じゃん。じゃあ絶対そうなるよね、ストロベリーも。マジか、あ、マジか、絶対そうなるよね。どうしよう、どうしたらいい。どうしたらいいんでしょう。あ、間違えた。とりあえずストロベリー、うん、ストロベリーもとりあえずやってみて、無理だったらもう一回作ろう。新作スイーツってことで。誰だろう。びっくりした。冷やす？じゃなかったから消した消した。どうしたらいいんでしょう。とりあえずストロベリーもう混ぜちゃったからやっちゃおう。
ちゃって、無理だったらアーモンドプードルっていうのを買うか、アーモンドプードルを買うか、薄力粉でも代用って言ってたから、ユナママいるじゃん、ユナママ生クリームとこのセットを買ってきてほしいちょっととりあえずストロベリーしよう。ストロベリーなんか何がいけないんだろう。今日はお菓子教室ということで、とにかくいっぱいしてみましょう。ちっちゃいけどあるかな。なかったらあのホットケーキミックスだけ買ってきて代用するわ。多分でもストロベリーも全く同じことしてるしダメな気がするけど、入れたんだけどな、入れたと思っただけか。ダイソーで売ってるの？処理でひとっ走りしてこようかしら。でも次のやつこそ生チョコの方。今何時？もう6時になっちゃうのか。まあいっか。みんな暇になったらどっか行っていいからね。端っこに並べたのがいけないのかな。いろんな場所に並べてみようか。パセ早く寝ちゃうの？パセじゃあ寝ちゃったらあれだから明日は出すか。本当に自由なルームですよ。勉強しながらラジオにしてまする。えらい勉強してるんだ。超適当に並べてみよう。私の早くは遅いよ。だってパセ多分パセの早くは12時ぐらいなんかな。したもんでしょう。カクカクのアーモンドダメだったのか。
出してすぐ冷やす。電子レンジでできるっていうサイトを見つけたの。ゆなママさん、参戦お願いしますって。そう、スノーボールを作ってるんですけど、溶けてクッキーみたいになっちゃった。あ、ギフト、ごめん全然読んでなかった。いっぱいありがとうございます。マスオさんとトラプパさん、スイカさん、あやさん、パシ来たら。より丸めるの早くなったくない？早くなったくない？確かにユナの反省を生かしては正解だわ。ちょっとさ、今度はさ、失敗したくないから、この人と同じようにホワイトチョコで、このレシピを見た人が、レシピを参考にさせてもらった人と同じように、ホワイトチョコとアーモンドプードルっていうのを買ってこようと思う。ホワイトチョコ2枚でもうやろうと思う。室温はね、でも暖房を つけてないから高くないはずなんだが、ちょっとでかいのもできたけど、これでとりあえず、2分25してみようと思います。ちょっと電子レンジの前にずっといるね。どこでどうなるのか。なんでなんだろうね。2分、もうちょっと大丈夫か。なぜか失敗しちゃいました。膨らんできた？
だろう。ちょっと膨らんできたかな。あ、もう溶けてるね。どうしたらいいんだろう。一回開けてみようか。開けてもでも10って言うだけだしね。どうすればあ、でももう溶けちゃったかな。ちょっととりあえず匂い行こう。もう膨らんじゃったね。やっぱアーモンドがいけないのかな。レシピ通りにやってみよう今度は。一旦配信終わってまた。ふーちゃん大好き村新さんハート、あ、終わった。きよ兄さんチョコのハート、ちょっと待ってよ。こんな感じ。うんって感じだね。これとかなんか、あ、でもダメだ、全然だ。ちょっと待ってね。ダメっぽいね。いけたような気もするけど、ダメな気も。熱い熱い。行くしかないかな。あーでもこれとかいけそうな気もするけど、これ完全に広がっちゃったね。難しい。どうしたらいいんでしょう。買い物に行ってこようかな。お買い物に行ってこようかな。とりあえずランキング読んで。やっぱアーモンドプードル。よいしょ。もう一回しようかな。やっぱ悔しい、なんか悔しいからもう一回しようかな。うん、味はね多分ね、チャリで行ってこようかな。ビューン。今5時半でしょ。6時過ぎぐらいからできるかな。今度は欲張りせずにホワイトチョコ2枚で 150g 一気に入れて、アーモンドプードルっていうのを買ってきてみようかな。100均にもしなかったらもうトッピングというかそれはなしでいきたいと思います。そうしようかな。粉砂糖ね一応あるんだけど、ちょっとストロベリー
粉砂糖かけて試してみようかな。大丈夫だったらそのまま配布する。そうしようかな。そうしようかな。あと生クリームも行ってくる。はい、ということでギフト全然読めんでごめん。今から読む。つぼゆすけさん、ハート。ふーちゃん大好き、嬉しいさん、ハート。キアリーさん、チョコのハート。ゆまぽんさん、ハート。トトロボブさん、いちごちゃん、いちごちゃんの、いちごちゃん、いちごちゃん、あれ、いちごちゃん、いちごちゃん、いちごちゃん、ありがとう。ヤスベさん、チョコのハート。カオリさん、チョコのハート。ズボユスケさん、ハート。アイツさん、かわいい。トトロパパさん、チョコのハート。ヤスさん、ハート。アヤさん、イチゴ。スイカさん、イチゴ。トトロパパさん、チョコのハート。リンタロウさん、ハート。マスオさん、ギリでもいいよ。マスオさん、チョコ。マスオさん、花束。バンジャロン、あ、チョコ、チョコっつったね、イチゴ。マスオさん、花束。バンジャロンモンスターさん、ハート。リンタロウさん、だるま。トモッチさん、ギリでもいいよ。バンジャロンモンスターさん、ハート。マスオさん、尊い。トモッチさん、ファイト。ありがとうございます。ちょっと失敗しちゃった、こんなに時間かかったのに。頑張ります、行ってきます。ということでさらっとランキングを読みましょう。一旦配信終わっちゃうので。13位ベイアンさん、12位マスオさん、11位アッキさん、10位フィリップ・ジュダルさん、9位ほっぺたプリプリさん、8位つもさん、7位なるみさん、6位つぼゆうすけさん、5位ゆまぽんさん、4位あやさん、3位きよにいさん、2位かずさん、1位すいかさん。はい、男女の皆さんありがとうございます。ということで本当にまともに作れなかったのに5000人も来てくれてありがとうございます。ね、6時15までに帰ってこれるように頑張ります。頑張ります。レインボーさん、いちごちゃん、ありがとう。リッキーさん、はじめまして、こんにちは。明日はね、学校があったりレッスンあったりでバタバタするので今日中にやってしまいたい。頑張ります。ということで6時15ぐらいまでにね、帰ってこれるように頑張るので一旦6時15に予約入れてきますね、また。はい、ということで今度はこのレシピ通りに買ってこようと思います。あと生クリームも忘れないように。はい、全然30分あったら行って帰ってこれると思うので頑張ります。それでは行ってきます。今日もこの配信見に来てくださった皆さんありがとうございました。せーの、皆さん、はーい、お買い物行ってきます。せーの、川またね、行ってきます。川またね、ありがとうございます。